はい、こんにちは。電車太陽です。まあ、今日はですね、金色のガッシュベルのガッシュベルを書いてきたいと思います。イエイ！ということで、早速やっていきましょう。ということで、早速やっていくんですが、意外になんかガッシュベル簡単そうに見えて、輪郭だったりとか目の丸さとかだったりとか、なんか目の大きさ調整が難しいんですよ。いやー、うまくいきますかね。よいしょ。ということで、髪の毛まで大体描きました。よいしょ。よし、今後なんかガッシュベルのキャラとかも描いていきたいと思います。ということで、やっていきます。よいしょ。こうやって、まあ一度カットした方がいいかもしれませんね。よいしょ。まあ今回もダイソーのイラストマーカーで塗っていきます。はい、ということで、まあ大体できるまで、あ、カットというより、まあいいでしょうか。はい、ということで、大体カットしました。よいしょ。でもやっぱ難しいですね。よいしょ。こうやって。よいしょ。こうやって。後半は巻き返してガンガン取り付けましょう。よいしょ。なんかちょっとペン塗りも慣れてきた気がするので、今回も頑張っていきたいと思います。よいしょ。ということで、まあなぞって色塗り作業に入っていきます。よいしょ。こうやって。よいしょ。結構いい感じですね。よいしょ。いやー、でも最初の方すごい難しかったです。まあ後の色塗り作業はもうあんま大丈夫って感じなので、まあ色間違いがなければいい感じだと思います。はい、ということで、大体髪の毛と髪の毛の色の影とかを塗り終わるまで OK。 はい、ということでカットしました。ということで、次は目を塗っていきますか。まずオレンジに、ちょっとテラコッタオレンジで影を入れる感じにしていきます。あ、いや、その前に髪の毛の影を塗ろう。でも難しいですね。よいしょ。こうやって塗っていって、よいしょ。こうやって、よし。じゃあ、ということで目の色を塗っていきます。結構ガッシュっぽくなってきましたね。よし。こうやって、よいしょ。
感じですね、結構。ここで一気にガッシュっぽさが増した気がします。よいしょ。ということで次、体を青で塗っていきます。まあだいたい口は塗れたので、まあ青で塗った後ちょっと黒で影の部分をうまく再現していきたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい、ということでだいたいできるまで、はい、はい、ということでカットしました。こうやって、あと腕を塗ってリボンみたいな場所を塗れば完成ですね。あ、まあ腕と足もあります。よいしょ。こうやって、よいしょ。よし、そろそろ完成ですね。よし。こうやって最後影を塗ってリボンやれば終了です。こんな感じにやって、まあ影は大体でいいですかね。よいしょ。よし。これで、あ、ちょっと影塗る場所間違えました。まあ大丈夫ですかね。よし、これで最後リボンを塗っていきます。はい、ということでリボン塗っていきます。よし。ということでこれでそろそろできます。よし。はい、ということでできました。まあ今日はこのくらいで終わりにします。それではボーイボーイ。